さあ、今我々はですね、日本テレビの世界一受けたい授業の収録を終えたばかりわけないねで俺こんな格好させられないね。だって教頭っていう立場だから。あの何ですかこれ、何の収録なんですか。世界一受けたい授業の、いやそんなわけないですよYouTube チャンネル。いやいや教頭でこの格好だったらもうスコットランド人なんだよいつもねこういつもこういう台があるので分かりませんが俺あの下これだったのか今まで。これはですね、何なんたらチャンネルと言いますよ。何ですかなんたらチャンネルって。我々クリームなんたらという番組を、日曜日に10時からやっておりますが、その収録の裏話などをですね、裏話とかスタッフからの文句とかそういうのがあるみたいで、そうなんで、それを、YouTube で、もう YouTube もちろんオリジナルですけども、ちょっとおしゃべりしようじゃないかと。まあクリームなんたら自体がね裏情報流してるようなもんだからねいやそんなもんないです。本編は表ですよ裏情報じゃないですけど、まあ今回ですねちょっと振り返ろうと思うのは、上田君には騙されない。もうオンエアされてますが、テレビがですね、見ましたか。見たよ。いかがでした自分の姿。意外と紛れてたと思うんだけどね俺は見た目とかどうでした。もう50を超えてしまったんですよね上田さんも。いや全然可愛かったけどね結構評判も良かったし。いや非常にだから僕もちょっと不安があって、あんな汚いね、まあ失礼ですけどあんな汚い映像を、日曜日の夜にオンエアしてもいいのかと思うとスタッフに言ったんですよ。スタッフはやっぱ原因とかまいて、大丈夫、時間がずれ込むから大丈夫って言って、ずれ込むから大丈夫って言うのはどういうことですかね。いつもより深夜だったんで、いいんじゃねえの、適当でっていう感じでしたけどねさあちなみに岡部ディレクターが、なんか編集メモというかスタッフが見てた、その時の収録の裏話、上田さんがカメラが回ってないところで、ティーンジャストのトークに満面の笑み。結構仲良く喋ってたからね、迷惑もかけてたから、あの子たちがなんとか上田がバレないようにフォローしようとねみんなしてくれてたからね。視聴でねバレちゃったので、みんなもそれ合わせに行くとか友達になれんじゃねえかな、がっつり。まあ、実際もうあんまりこういうご時世ですから熊本とかにも帰ってませんもんね、だから熊本も帰ればね上田さんはいつもなんかそういうお店に行きますが、もう行ってないでしょ最近。行ってないよ。しかもそんなほらもう若い子のいるお店とか行かないし ね。なのでやっぱり久々に味わえたんじゃないですかあの日なんか。いや別に僕キャバクラ感覚で番組に参加してるわけじゃないですよ。僕はちゃんと仕事にしてやってますよ。キャバクラ感覚で参加してるというふうには聞きましたけど、ね、誰にだよ誰からの情報だよ岡部さんの情報。なんで岡部がそんなことを思ってんの。かすごく良かったなって、久々のなんか癒しというかね、またやってそんな感覚じゃねつ。そしてボイスチェンジのシミュレーションを土井ディレクターががっつりやったのだが、実際やってみるとバレバレで意味がなかった。まあそうですね、だからまあ内容というよりは口調でバレちゃいましたからね。まあね、女子高生の口調と上田さんの口調はやっぱ声変えても同じですから。だからあれがね、まだほらアンケート用紙だけとかでジャッジするんだったら相当難しいと思うんです、こっち側も、やっぱほら長文喋るとかってなると、そりゃ絶対に違和感出てくるわな、ね、そんなもん、しかも惜しげもなくね、あの日、まあ、クロちゃんが司会っていうのもあるのかもしれませんけども、普通は D の方とかで1個ずつ呼んでくんですけども、2番の読みましょうかって2番来たら上田さんだったって一発目でねもうちょっともったいぶれよな、引っ張りもなかったですけども。あとですね、錦鯉長谷川さんとの事前打ち合わせで、軽い打ち合わせのはずが、ガチの恋愛講座になり40分ぐらい席を離れられなかったあ、そうなんだ。で実を言うと、もうこれも裏話になってしまうんですけども、長谷川さんの、まあ、相談があるのでそれを答えていただくと、女子高の生の人たちに、っていうふうに聞いてたんで、内容とかはあんまね僕も聞かなかったんですけど、あのなんか付き合ってなんか何年の7回か8回しか会ってないとか、結婚したいけどどうなんだろうみたいなのって、僕別番組でも同じ相談やったんですよ俺もやったよお俺も太田上田ね、爆笑太田さんとやってる番組で錦鯉が来た時に、いや6、7回しか会ってない人と結婚しようと思ってるんですけど、どう思いますみたいな。僕も有田ジェネレーションっていう番組でもがっつり何だったら1年前ぐらいにやってますから。いやだからもう
もうなんかネタなんですよ。いやみんなから、あ、そうなんだ、何年も会ってない彼女がいるって言って、なんか何回も聞かせちゃ会ってないだから、それ本当に彼女なのか、どんな LINE してんのか、はいはい、会いたくないのかなんていうのはもういつも言われることなんで。いや、なんだよ。いや、だからもう飽きちゃってたんですよね、もうあれも。どの番組でもいつも同じなんかそれ本当に付き合ってんのかとか。いやらしいハゲだよ、あれは。もうあれも、じゃあもうまともに相手するのやめよう、まあいうトークに。もうこれはもう、はい、もう無視するです、ここは。あと、上田さんとクロちゃんがコロナの闘病トークで盛り上がってた。あー、なんか楽屋に来たんだよ、クロちゃんが事前に。おいおいおい、挨拶に、で、なんか上田さんどうでしたかなんて食うから、ああそうか、クロちゃんも確かコロナになったんだっけ、うん、みたいな。時間にして20秒ぐらいですかね。いやいやいや、盛り上がってた、盛り上がってた。いや別に盛り上がってないですよ、クロちゃん熱出たのっつって、はい、味覚もなくなりましたみたいな、ああ俺も俺もおじゃよろしくな今日みたいなぐらいのレベル。いやいやいや、だって嘘じゃないですか。嘘ですよ、こんなもん。タレコミとして入ってるんですけども。だからこういうのあるじゃんか、その番組関係者は語るとか、はいはい、雑誌で。こういうの大体無関係者なんで。そうか、うん、これが現実ですね、あの関係者 X みたいな、事情通 X とか。そう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 、でも水野さんの、うん、この人が言ったみたいですよ。楽屋で終わらなくて、うん、でその後3回ぐらいから17回ぐらいまでエレベーター上がったじゃないですか、うん、その間ずっとでも闘病トークでしたね。いやいや、ほんとに20秒ぐらい、クロちゃんとマジで。こういうやつが週刊実話とかに話を言うんだ。やばいですね、これは。週刊大衆とか。クロちゃんって本当になんか変なこと言うと長くなるんで、あの男は。たまに楽屋に挨拶とか来た時に、思わずこの間のあの番組のなんとか面白かったよって言っちゃったら、ありがとうございますなんて、なんかありがとうございますって軽く、なんか、あ、そんなこと思ってたんですねぐらいの感じで言いますが、そこからよく言われるんですよみたいな話から、もうずっと自慢話が入るんですよ。あ、そう。へーって、へーがずっと長くなるんで、僕はもう全く言わないことにしてるんですよ。20秒もちょっと話し込みすぎたかな。20秒はちょっと熱弁しすぎじゃないですか。20で20は。とにかく喋らないことですよね、クロちゃんとは。だから俺もうコロナがもう世界中収まってもあいつとはディスタンス取ろうと思ってる。いやだから、あの上田さんが向こう側で着替えてる時とか、この番組の、うん、着替えてる時とかに、うん、こっち側でこうなんかスタンバイの時間ずっと黙って座ってたんです、うん、何気なく僕も行けなかったんですけど、うん、はいはい、クロちゃん結婚するのかぐらいの感じが、うん、どんな人がタイプだ、うん、いやギャル好きですよとか、うん、なんか地下アイドルと結婚したりとか、なんかそんなようなこと言って、うん、で自分がもっと売れればもっといい女と付き合えるかもしれないとか、なんかそんな、なんかなったのかな、うん、したが梅沢さんっていうあのアイドルの方がいたじゃないですか、うんうんうん、だからこんな綺麗な人と結婚したいよねとか言って、うん、全然結婚したいとか言って、うん、またついつい、うん、あ、嬉しいですって言っちゃったの、うん、だからそこから止まんなくて、うん、でもどんな人タイプとかって始まっちゃったんですよ。それこそ本当合コンみたいなトークが。いやでもやっぱさすがアイドルですね、本当に20秒超えたぐらいから完全無視に入りました。ああもうメイクさんとこメイクさんに、ま、鏡とか言って全然何にもなんねん、ずっとこんなことしながら。あのさ、そのさ20秒で無視されるような人間になんで MC やらせてんの。俺負けれる自信あるわ。クリームナンサー、10代女子に負けれた上田くんを見破れ。クリームさんほどになってもまだこういう仕事しなきゃいけないのか。怖い。テラサで検索。トラウマを悟った顔ですよ。僕はトラウマになりましたって。酒井さんの担当マネージャーが泣いてみた。あいつまだミニスカートリックをやってんのか。まあ一人で罪の方でやっとけとは言いましたけどね。